保育ママとは、保育ママの自宅などで0歳児から2歳児までのお子さんをお預かりする区の認可を受けた保育施設です。足立区の認可保育ママは128人、日本で一番の人数です。そのうちの4割が保育ママ歴10年以上のベテラン、専門の研修を受けた保育のプロです。それでは保育ママの1日を覗いてみましょう。ここはお子さんをお預かりする保育室。5名までのお子さんをお預かりします。お子さんが登園してきました。はい、おはようございます。はい、それわかんないですね。はい、大丈夫です。お母さんをお見送りした後は連絡帳を見てお家での様子や体調を確認し、一日の保育を進めていきます。子どもたちが毎日笑顔で遊べる環境づくりと、安心感を持って家庭とのコミュニケーションを取りながら、一人一人の子どもの気持ちに寄り添って、丁寧に保育することを大切にしています。保育室は遊び道具がたくさん。自分のお家のようにリラックスして好きな遊びを楽しみます。保育ママだからこそ、一人一人の個性に合わせた保育が魅力です。天気がいい日はお散歩に出かけます。安全に気をつけて近くの公園に行ったり、保育園の行事に参加することもあります。保育ママと補助者が見守る中で、のびのび元気に遊びます。たくさん遊んだ後はお待ちかねのお昼ご飯。安心安全愛情たっぷりの手作り給食です。いっぱい遊んでそろそろ眠くなってきたようです。寝ているお子さんたちのチェックは重要なお仕事。体の向きや顔色などをこまめに確認し記録します。お子さんたちを見守りながら一日の様子を連絡帳に書き込みます。連絡帳は保育室でのお子さんの様子を家庭につなぐ大切な架け橋です。0歳から2歳児はお子さんが一番成長する大切な時期です。はいはいしかできなかった子どもが立ち上がり、少しずつ歩けるようになったりと、新しい言葉を覚えたりと、そんな時期に関われるこの保育ママの仕事はとてもやりがいがあり、日々子どもたちの笑顔に癒されております。足立区の職員が巡回に来ました。巡回ではお子さんの様子を見たり聞いたりしながら保育のアドバイスをします。足立区ではお子さんが笑顔で安心して過ごせるよう、保育ママをさまざまな形でサポートしています。その他、保育力アップの研修なども行い、常に保育ママはスキルアップしています。お母さんが迎えに来ました。新しい発見やお子さんの成長をお母さんに伝えます。距離が近いからこそ、ほんの小さな変化に気づくことができるのです。保育ママは自分の親みたいに近くて相談しやすい、頼りになる存在です。小規模保育で子どものことをしっかりと見ててくれるという安心感からここにしたいというふうに決めました。ちょっと悩み事とかも、子育てですごい親切に大丈夫ですよって答えてくださるので、すごく安心して預けていられるなと思っています。結構人見知りが強い子どもなので、なかなか大人数のところには最初馴染めないかと思っていたので、こういった小規模の人数でお友達とじっくり遊んでいる様子がとても楽しそうに見えるので、預けてよかったなと思っています。本当に親身になって子どもに接してくれるので、子どもの成長を見るのが毎日楽しみになったところです。そう言っていただけると、私もすごく嬉しいです。もう一つのお家のような安心して過ごせる、そんな潜在になれるように心がけてます。
保護者の助けに少しでもなれたら嬉しいですね。お子さんの日々の成長していく姿を見られることが何よりの幸せですね。保育ママの一日はいかがでしたか？足立区にはたくさんの保育ママがいます。一度お近くの保育ママへ見学にいらしてください。入園の申し込み先はどこですか？子ども施設入園課窓口です。各施設の空き状況は足立区のホームページで公開されています。申し込み期間や提出書類などは保育施設利用申し込み案内をご覧ください。2歳児クラスを卒園した後の預け先は保活が必要ですか？保活は必要ですが、認可保育園をご希望の場合、4月入所に限り一般に先行してお申し込みができます。内定が出なかった場合は一般のお申し込みも可能です。施設選びでお悩みのことがありましたら保育コンシェルジュまでご相談ください。窓口では各施設の情報を掲載した冊子もご覧いただけます。お待ちしています。保育ママだからこそ、家庭的な環境の中でお子さんのペースに合わせたきめ細かい保育ができます。皆さんも保育ママと一緒にお子さんの健やかな成長を共に喜び育んでいきませんか？